男性でも気になっている方が多くて、女性の方で結構脂肪が硬い方が多いんですね。本日は男性のウエストと腰の脂肪筋をやっていきたいと思います。しっかりやっていきますからね。はい、今回は49歳男性ですね。身長178センチで体重74キロの方のウエストと腰のレーザー併用のアキレス腱脂肪筋をやっていきたいと思います。ちょっと見ていただきたいんですけども、このウエストと腰ですね、女性の方が脂肪筋するイメージが多いと思うんですけども、男性でもやることは全く一緒ですね。ここのウエストの部分とここの腰の部分をしっかりと脂肪筋していきたいと思います。男性の方は結構ボディービルダーとか、結構筋トレとかしてる方が多くて、自分でダイエットとかしても自分だとお腹とか落とすことできるけど、ウエスト腰だけはなんか落ちないって方も結構脂肪筋しに来たりしますので、女性問わず男性でも気になってる方は多くて、ウエスト腰っていうのはとても男性の中でも人気な部分なのかなって思います。男性だとやっぱり二の腕の脂肪筋とかする方っていうのは結構少なかったりするんですけども、比較的このお腹周りですね、ウエストとか腰っていうのはとても人気の部分になってきますので、ちょっと参考にしてみてください。ではですね、まずレーザー波かけてしっかりと脂肪をほぐして溶かしていきたいと思います。そしたらですね、この後ですね、このアキレス腱の健康を使ってしっかりと脂肪を持っていきたいと思います。男性の方だと女性の方で結構脂肪が硬い方が多いんですね。体脂肪が本当に取れづらいので、レーザーとかで脂肪を溶かしたり、このアピーセルの結果ですね、この動きですね、こういうので脂肪を細かく破壊しながら吸っていくっていうのが、やっぱ男性の場合特に重要になってくると思いますので、このレーザーとかアピーセルとかそういったものをしっかり使いながら脂肪を吸引するのがとてもおすすめかなと思います。ですね、ウエスト腰のレーザー併用のアキレス脂肪筋終わったんですけども、今回ですね、取れた量大体 500cc ぐらいですかね、吸引できました。結構 500cc も吸引できれば結構多い量なのかなって思いますし、男性ですとやっぱり体格が大きい方ですと 500cc ぐらいは脂肪が吸引できるのかなって思います。今回は49歳男性ですね。身長は178センチで体重が74キロの方のウエストと腰のレーザー併用のアキレス腱脂肪筋で 500cc 脂肪筋することができました。今回ご紹介したみたいに、ウエストと腰の部分は女性だけでなくて男性の方にもとても人気の部分になってきますので、今回の傾向をぜひ参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。